こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグロウィングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今夜のゲストは辺境生物学者の長沼武さんです。深海や地底、それに南極を含めた氷の世界など地球の極限環境といえる過酷な環境で生きている生物を研究するという辺境生物学、聞き慣れませんし想像もつかないその世界には地球の起源につながる様々な事柄が潜んでいるようです。今夜は科学界のインディ・ジョーンズと呼ばれる長沼先生の世界をじっくりと伺ってみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。Meeting people, studying, a program of discovery. J-WAVE Growing Read. 長沼さんの辺境生物学ですか？はい。これは一体何なんですか？うん、辺境っていうと、まあ、私が言うところの、生きにくい場所なんですね。うん、はいはい。で、生きにくいっていうのは二つ意味があって、一つは、アクセスしにくいっていう。うん。ああ、その生きにくいですか？そう、もう一個あってね、生きるのが大変って意味。生きるのが大変。はいはい。はい、そういった、とても人間が行ったり、生きるのが大変だけども、うん、そんなところにも生き物がいるってことですね。一年のうちどのぐらい行くんですか？いや、まあ、昔は、もう半分ぐらい行ってましたけど、うん、今はいろいろとね、仕事があるんで、1年に1回ぐらいですかね。うん、へぇー。どういうとこ、最近行かれたとこ？最近はね、今年の2月なんですけど、うん、アフリカの真ん中に、ウガンダって国ね、はい、そこに、まあ、ある山があって、はい、そこはアフリカでは3番目に高いんだけども、うん、標高5000メートルなんですよ、はい。で、赤道直下なんだけども、はい、標高5000メートルもあると、てっぺんは寒いから、うん、氷河があるの。へえ。私はもう南極の氷河とか北極の氷河をいろいろ研究したんだけども、うん、じゃあそこの両者を結ぶちょうど真ん中、しかも赤道直下、うん、氷河の研究やってみようかなと思って行ってきました。へえ、なんかありましたか？そうですね、やはり私が追ってるのはある特殊な生き物なんだけども、うん、それが北極にもいて、南極にもいて、そこにもいる。まあ大体地球上どこでもいるんですけども、まあ、そのことを確認したところですね。へえ、何を追ってるんですか？特殊な名前で、地衣類って名前、ね、地衣類。地球の地に、衣、うん、衣装の衣って字だね。へえ。それはいわゆるカビと藻の合体したやつなんですよ。おぉ、カビと藻が合体するんですか？で、これはね、実は地球最強の生き物だと私思ってて、どこにでもいるんですよ。こういうとこにも、はい、東京にもいますよ。例えばビルの外壁とかね、街路樹の幹とか、はい、くっついてます。これは何なんですか？地衣類はちょっと説明してもらってもいいですか？やはりカビってほら菌糸ってのがあるでしょ、はい、であれが全体のまあ家のような構造を作るわけ、うん、でその中に藻を閉じ込めるっていうか、はい、守ってあげてるのね、うん、藻は太陽の光を浴びて光合成するわけですね、はい、で光合成して作った栄養の余った部分をカビの方にあげちゃう、うん、カビはカビで藻の方を、まあ、いろんな乾燥とか紫外線から守ってあげるという、うん、で両者が合体するとウィンウィンの関係ですかね今風に言うと今風に言うとそうですね、ウィンウィンで、サイクルができ上がるわけですね、はい、それでもう1たす1が3みたいな相乗効果が出てきて、うん、はい、まあ、他の生物がとても生きていけないようなところにもうどんどん進出しちゃうね。あ、じゃあ本当に過酷な環境といえど全然生活できるよっていう、はい、まあ、今東京にもいますよって申し上げたけども、多分ですよ、私まだ行ってないけども最近できた新しい火山島、小笠原の方の、うん、あそこにももういるんじゃないかと私は思いますよ。繁殖率がすごいんですか？もう力がすごい、生命力が、多分種のようなものがまあ地球上どこでも飛んでいくんだけども、うん、まあ一番最初にこう種が空から降ってきて、うん、そこに定着して広がり始める、うん、その一番最初の生き物ですよ。へー。で、一旦地衣類が広がってくると地衣類の主体の上とか、うん、周りにまた別の生物が生えてくると。まずじゃあ地衣類が生まれてというかできて、はい、
そこからものが広がっていくんじゃないか。そうですね、私はそう思ってますね。へえ、面白いですね。まあ、長沼さんの研究方法がユニークっていうのを聞いたんですけど、これどういうことなんですかね。はい、多分その現場に自分で行っちゃうっていうスタイルだと思います。なんか地球内部から出てくるエネルギーっていうのを気にして。それはね、ことの発端はね、もう35年前、はい、私が高校3年生なんだけども、18歳で、はい、その時に地球の海底火山の研究やってたのね、はい、ある人が、はい、そしたら海底火山はまあ別に珍しくもなんでもないんだけども、その周りに謎の深海生物が群がってるっていう発見があった、その深海生物、水深は2000メートルとか2500メートルで、太陽の光は一切来ないから、そこにいるのは植物じゃありません。動物ですけども、これはなんと物を食べてない。で、動物って物を食べる気持ちじゃないですか。はい、なんでこいつらは物を食べてないって、なんだって時に、なんとその深海生物は自分で栄養を作ってます。植物が太陽の光を浴びて、光合成という方法で自分で栄養を作るでしょ。それとね、同じことやってんだけども、光はない。じゃあ何って言ったら、海底火山。地熱エネルギー。そうです。熱だと思ったらね、熱じゃないんですね。海底火山から、地上だったら煙出ますよね。はい、で、まあ海底だから熱いお湯が出るわけね。はい、そのお湯の中に溶け込んでいる火山ガス。その火山ガスがなんとエネルギー源だったの。へえ。でも考えたら火山ガスなんて地球の内部にはいっぱいあるわけですよ。それが火山なんてのは、言ってみれば地球の表面にニキビのようにプチって出たもんだから、まあそのニキビの下の部分、内側、地球の内部にはそんなのいっぱいあるだろうと。地球の内部のものが謎の深海生物、ものを食べずに生かしてるっていう。しかもそれがはびこってる。大繁栄してる。食べ物いりません。光もいりません。海底火山さえあれば大繁栄してますよっていうのが35年前の発見。当時18歳だった私はそれにもう惹かれて、これの研究しようと思ったんですよ。I want to interact with you using all the words I know. We are a thinking and acting reed. J-Wave Growing Reed。知らなかった生き物っていうのは、その30何年間でどのぐらい発見されてるんですか。とにかくもう海底火山がね、その頃、そして今に至るまで、どん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 発見されてますけども、一つの新しい海底火山が見つかると、新種がわさわさ見つかってくる。へー、すごい。すごい。結構見つかるんですか。はい。へー。で、そういうところを生物多様性のホットスポットっていうのね。もう多様性の研究するにはもう熱い場所なんでね。ホットスポットだよ。で、そう思ってたんだけども、今一番熱いのは南極なんですよ。あ、暑いとこじゃなくて。はい。寒いとこは。南極はまあ、氷の大陸ですよね。あの氷のまあ、上はいいんだけども、氷の底と岩盤の隙間です。そこにね、湖があるの。はい、氷の下に湖がある、はいはい、で大体ね、南極の上に、南極はもともと大陸で湖があったんですけども、その上に氷が乗っかったのが今から3000万年前ぐらいね、でその上に氷がキューッと広がってきて、で湖が全部氷で蓋をされちゃいましたって、そうするともうその湖は孤立した隔離された世界ですよね、はいはい、そこで独自の進化が起きるわけね。ああ、生命のこう進化が、はい、その閉じ込められた中で生まれてくるってことですよね。はい、で、そういう湖が、はい、なんと南極の氷の下に400個もあるの。そうするともう400個、ダーウィンの島があるみたいなもんでしょ。あそこでの進化が、はい、こういろいろ生まれるっていう。はい、穴によって独自の進化が違うってことですね。可能性ありますね。まだその湖には1個しか、あの人間穴を掘って到達してないんだけども、まあ、これから400個まだまだやることいっぱいあるんで。その1個の中行かれたんですか。私の仲間たちがやってます。ロシア人ですからね。ロシア人の仲間たちが、はい、なんかこういうのが出てきたよみたいな。そうですね、あの遺伝子しか見てないけども、遺伝子を見たら今まで我々が知っているものには属さない未知の微生物が見つかってます。微生物の研究、微生物いろいろ見つかったら大丈夫なんですか。微生物ね、まあ確かに目に見えないから怖いんですけどね、1000分の1ミリほどの小さい生き物だから、はい、怖いんだけど、まあやっぱり皆さんばい菌とか病原菌と思うでしょう、まあ、実際天然自然環境には人間を襲うものはほとんどいないという
経験則はあります。うーん、まあ、例えば南極でね、3000万年もの間、うん、人間が生まれる前から人間を襲おうなんて思ってないわけですよ。うん、だから人間とコンタクトして初めて人間を宿主っていうか餌場にしようと思うわけでね。うん、まだ人間と出会ったことのない者たちは、うん、人間に対する病原性はほとんどないと思っています。でももしかしたら襲おうと思うかもしれないですよね。そうそう、だからその危険性は常にあります、本当に。あ、で逆もあって、我々が向こうの世界を汚染した可能性もある、ね、だから向こうからのアタックと我々からの汚染と両方注意を払いながら、そういう場所でサンプリングします。うーん、なんか先生はこうすごくあれ怖いですけど、人体実験をしながら研究するって、しながら、まあまあ人体実験なんですか。いやいや、例えばその謎の深海生物がいたら、うん、まあサンプル、余ったサンプルをねちょっと食べちゃうとか。食べるんですか。まあ、食べる、生物学者は食べるのは基本ですからね。とりあえず食べるんですか。はい、例えば何、どういうことですか。海のそこのとかです、うん、まあ、海底火山 に行って、うん、まあ、取ってきますよね、その謎の深海生物ってものを、はい、取ってきて、こいつら自分では物を食ってないと、うん、自分で物を栄養を作っちゃうんだと、うん、じゃあその栄養ってどんな味だろうとかね。ああ、でもまあ大体グロテスクなもん、はい、グロいですものですよね。グロいし、あんまり美味しくないです。でも先生若いですよね。いや、何なんですか、それは食べてるからですか。いや、それは違うと思う。本当ですか。他にも食べてる仲間いっぱいいますから、ね、でも50何歳には全く見えないですけどね。まあ外見だけど、ちゃんと内臓はそれなりに落ち着いて、はい、でもそんな食べちゃうんですね。あるいは、まあ、その今言った深海生物、うん、物を食べずに住んでるんだからあまりにも羨ましいんで、うん、ついつい体液を自分に注入しちゃうとかね。注射するんですか。はい。それなんか変化ありました。やっぱりお腹減るんで特に変化ないと思いますけど。大丈夫なんですか、今のところ変化ないんですか。あんまりね、これだけはねおすすめできませんよ、やっぱり危ないもん。危ないですよね。でも生物学とかいろいろ先生が研究されているものから見たらすごく危ないことじゃないですか。はい、危ないですよ。微生物とかいろんなものが、知らない毒素みたいな、なんか人間に合わないものとかもありますよね。はいはい、間違いなくある可能性はすごくありますね。調べる前に打っちゃってるってことですよね。うん、まあちょっとね、軽はずみですね。あ、そういうね、礎があって研究が進んでいくっていう言い方をすればね、それまでそれですけど、怖いですよね、そんなの注射して。大丈夫なんですか。うん、今のところ何ともなかったのは幸いですけどね。大丈夫ですか、お腹からエイリアンみたいに、映画エイリアンみたいにお腹から変なのが出てくる。いやいや、だから今こう喋ってる私の脳がすでに乗っ取られてる可能性だったわけですよね。そうですよね。あの寄生して生きる植物だったり、そういうのがいっぱいいますから。そうそうそう、体の中にこう、はい、侵食して、そうで長沼にうまいこと言わせて、うん、なんか守ってるかもしれないこれ以上近づかせないようにいろいろ言ってるかもしれないですし。J-Wave J-Wave 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 Growing Reed Growing Reed Growing Reed Meet people and learn and discover from those encounters. J-Wave Growing Reed。J-Wave Growing Reed。 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed、 辺境生物学者の長沼武さんにお話をお伺いしています。長沼先生が今注目していることもお聞きしました。知らない生物の方が多いんですかね。いや、確かにあの私たちが知ってる生物種っていうのはせいぜい百数十万とかね、まあ、200万種いるかいないかなんですよ。で、それによりも未知の種がどんだけいるのっていうのはよく分かんなかったんです今まで、うん、でもなんと21世紀に入ってから我々がどれほどものを知らないかを知る方法ができたわけ。それによるとどうも生物種は地球上にトータルで1000万種ぐらいいるんだって。これ微生物は入ってませんけどね。微生物入れずに動物植物とかね、菌類とか。
で、まあ、大体 SV は200万弱知ってるんで、あと800万種ぐらいかなっていうのは想像ついてますね。200万しか知らないですよね。800万も残ってるってだそうで、で海底のこう地熱が出ているこうとこに住んでるやつで金属の甲羅を持っててみたいなとかが、うん、はいはい、いますね。巻貝ですよね。いるんですよね。巻貝でね、鉄の鎧をかぶってるって言いますね。へえ。他になんか変でこいつはすごかったなっていうのっているんですか。うん、まあいろいろいますけどね。私はまあ微生物の方で言えば、例えばあの石を作る微生物、ね、石を作る、はい、石を作るってどういうことですか。うん、まあ、我々もよく人間も結石ってあるでしょ、はい、体の中にね、はい、あんな感じであの自分の細胞の中に石灰岩をどんどん溜め込んじゃう微生物がいるの。これ不思議で、そんなことやったら体が重くなって沈んじゃうしね、うんうん、で細胞はどん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 膨れ上がってくし、はい、何のメリットもないように思うんだけど、うん、いるんですよ。なんかメリットがあるんですかね。それとも作っちゃうんですかね。まあ、進化っていうのは目的も方向性もないから、うん、本人としては別に作ろうと思ってるんじゃないと思いますよ、うん、でも結果論的に作っちゃっててしょうがないなと。でこのこんな、ね、不自由な生き方だとこういうところにしか生きていけないよなっていう風なセレクションっていうか、まあ、制約がかかりますよね、うんうん、その制約範囲の中で頑張って生きてるだけだと思うんです。全然喜んでもないと思いますし。地類以外で先生のこう一番気になっているものっていうのはあるんですか。そうですね、やっぱり今言った石灰岩を作るもんだけども、うん、もうちょっとね本質的に好きなのは我々の体を作ってる物質に関係あるんだけども、うん、タンパク質ってあるでしょ、はい、でタンパク質を作ってるのはアミノ酸っていうもんなんですけども、はい、アミノ酸って実はね2通りあるのタイプが、うん、で我々の専門の世界では右手型と左手型っていうのがね、うん、で我々地球生物は多分全員が左手型なんと思う。左手型のアミノ酸を持ってる、はいはい、でもし右手型がいたらこれは我々とは違った系統。今まで我々の信念、そう信念っていうのは我々地球生物はみんなたった一個の系統だっていう強い信念がある、うん、でこれは多分間違いじゃない、うん、でも違う方の側を発見したら、うん、これはすごいなと。多分宇宙生物の発見にも匹敵するような、うん、地球の上に我々の知らない系統がいたってことの発見なんだね。それは可能性は全然あるっていう。そうですね、その側反対側のアミノ酸を使っている微生物の探索をもう私20年やってるけども、うん、まだそのものズバリでは見つかってません、うんうん、でも結構いい線いってるのがいて、いい線いってるのもいるんですか。そう、体の半分が左手で体の他の半分が右手とかね。あ、両方持ってる、でこれは一体どういう生き物なんだろうってまた考え込むんですけども、うん、まあ、それはさておき探せばもしかしたらいるかもしれないなという。なんでそこにそんなにこう見つけたら気持ち悪いの多いんですよね、はい、でもやっぱりこれはある意味ね2つの意味があって、うん、1つは地球生物の起源ですよね、うん、我々のオリジン、うん、どっから来たのかってこと、これは知りたい、うんうん、でもう一個は我々地球生物の多様性とかあるいは能力の可能性の限界を知ることによって、うん、宇宙の過酷な環境にも生き物いていいんじゃないかなっていう、うん、宇宙生物探査になる。だからもう長沼さんをこう科学界のインディ・ジョーンズっていう、ああああああふうに言われてるんですよね、まあ、これは茂木健一郎さんが名付けたっていう、はい、茂木健一郎さんですね、はいはい、聞きましたけど、まあ、うまいこと言いますねすごいですね、やっぱなんかもう、まあそれほどね本物のインディ・ジョーンズほどのことはやってないんでね、照れくさいですけども、まあ極限環境をね研究していくとやっぱ宇宙にも行っちゃうんでしょうし。そうですね、やはり地球に生きてる生き物の、まあ、私たちはシェイピングっていうんだけども、どんな風な輪郭を持ってるかってこと。輪郭、まあ、一つの生物だけじゃなくて地球生命全体としてこんな厳しい環境からあんな厳しい環境まで生きていけるんだっていうところですね。その輪郭の中でいろんな多様性があるんです。
それをこう人間のこう世界に役立つっていうことはあるんですか？その環境がすごく大変な中で生きているものを研究していくと僕らの生活に、まあ、一番役立つっていうか役に立たないのは哲学の部分ですよね。生命ってこんなもんなんとか、うん、その中によって人間ってこんなもんなんだっていうのが一番役に立たないんだけども、うん、多分みんなが一番欲するところ、うん、哲学の部分で、その逆が例えば具体的に医学の方がありますよね、うん、でそのところだと例えば先ほど申し上げた謎の深海生物、うん、何も食べないあの生き物、実は体の中にバクテリアがわさわさ入ってる、うん、全体重の半分以上が実はバクテリアなんです、うん、ってことはあの生き物はバクテリアそんなに抱え込んでなんで感染症を起こさないんだろうと、うん、で今我々人類の共通の敵は感染症ですよね、うん、で感染症の予防とか治療に関するモデル生物として、うん、ついに去年からヨーロッパではその深海生物が使われてるんです。もう35年前に発見されたものが今や21世紀の生物医学バイオメディカルの最先端なんだ、うん、With words, knowledge and information as our daily bread J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。今最も注目しているのって 何になるんですか？火星ですね。火星でもまだ行けてないですよね。行けてない、はい、行けてないんだけども、うん、まあ、あの探査機は、はい、まあ、月以外の天体では一番たくさん送り込まれてて、うん、よく知られてる分かってる星なんですよ、うんうん、だからだんだんもうやがて過去の火星に水があったことはほぼ分かってるし、はい、過去の火星に生命あったことも分かってくるんだろうなと思いつつ、うん、今はちょっと生き物いそうもないですね。今はいそうもない、うん、はい、で今はもうどうも火星の表面に生き物はいないけど水は使えるらしいのね。ちょっと地面を掘ると下に氷があったりして、うーん、水はありそうなの、はい、水があるってことはでも微生物とかそういうのはいるってことですね。可能性はなくないですね、うん、だからまあ大事なことは水がある、あと生き物がいないことだけ確認できちゃえば、うん、人間が踏み込んでよろしいというゴーサインが出るかもしれない。もし火星にね、あらかじめ生き物がいると我々そこの生態系破壊したらまずいんだけども、うん、まあいないんだったら言ってんじゃないかと。でまあそうなったらそこにそういう感じなんですね、よかったら行ってもいいんじゃないかっていう、いたら行かないんですか？まあいたら注意を払う、もうちょっと余計な手間が増えるってかな。まあとりあえずやがて行ったら絶対そこに人間住むと思うんで、うん、人間が火星に住むための準備を今から始めた方がいいと思うんですね、うん、多分21世紀中にはそういう時代来るんで。あ、本当ですか、ね、21世紀中に、ね、でそういったシミュレーション、友人というか人が火星に行って、まあ、探査をしたり住むためのシミュレーションがすでにアメリカではなされてるんですよ。うーん、アメリカの砂漠、うん、で特に寒い冬の季節にね、うん、そうすると火星はもう寒くて乾燥してるから、うん、すごいよく似てるわけね。そこで火星に作るであろう施設みたいなものを作っといて、そこでもう実際に生活をするというシミュレーションが行われてるんで、まあ、ちょっと行ってみたいなと。火星行きたいですか？そうですね、自分で行くのが一番いいんですけどね。うーん、まあ、行けないにしても、行ってる人たちをこの地球からサポートするとかね、うん、そういったことに役立つんで。すごいな、やっぱ超人なんですよね多分長沼さん。いや、ノートです。多分ですよね多分ね。いやいや、ノートです普通。本当ですか？辺境行っても平気そうじゃないですか、だって、うん、一緒に行ったら多分僕の方が絶対早くへこたれますもん。絶対それないですよ。いや、それは絶対50何歳でもなんかあれですよね、ずっと辺境で楽しそうに地類探してそうな感じしますけどね。変人ではあると思う。変人ですか、自分で。その意味では変人でしょうね。自分でも分かってはいるんですか？自分は真っ当だと思いますよ。あ、自分では真っ当だと。むちゃくちゃ。でもなんかそういうのを調べるために選ばれた人なんでしょうね。なんかそういう人ってそうじゃないですか、なんか寝なくても大丈夫とかないですか？あ、5日間ぐらい寝なくても大丈夫とか。ハマればね。
はま、普通の人はまんなくても、はまってもダメだと思いますよ。でもなんかね、フロンティアをやってきた歴代の人類のこう人たちは、なんかそういう寝なくても大丈夫だったとか。あるでしょうね。あとは人とかいますからね、後先考えずに行動してもなんとかなっちゃうとか。そうですね。そういうなんか危ない目に遭ったことはないんですか？いや、後で振り返るとありますよ、うん、気づいてないだけで。で、後で振り返って、まあ、反省はするんだけども、うん、またやっちゃうわけですよね。例えばなんかこれは危なかったみたいだよみたいな。いや、ほらなんか労働安全衛生法とかさ、そういうなんか管理者がいるとこがあるから、南極観測隊なんてなんか体調に迷惑かかっちゃうから言いませんけど。そうなんですね。いろいろルールがあるんですね。うん、そうそう。体調の管理責任とかね。ああ、まあ安全に、そうそうそう、よりよく安全に健康面を気遣って、はい、ちゃんとしたルールと思って、はい、はい、やってますってことがね、そうそう、名目に、はい。表向きはルールを守ってちゃんとやってます。でもね、探しに行ってるわけで多少無理することも起こるんですね、うん、結局あと一歩も越えてみようっていうことですよね。あと一歩がだって何時間とかかかったりするんですもんね。そうそうそう、そこですよね。すごいな。でも一回見てみたいですよね、長野、うん、さんがどういう環境で。そういうテレビチームとか来ないんですか？ないですね。いや、これから来ますよ多分。いやいや、これからそういうのは嫌なんですか？誰かが嫌じゃない、嫌じゃないですけども、ただ何のファンもないです。いや、来ますよ多分。知ってもらいたいってことはないんですか？うん、でもやっぱり今申し上げた火星ですね、あそこの環境を地球でシミュレーションしてて、そこで人間がどういった失敗をなすのかってこと、失敗をなすの、つまり失敗の抽出なんですよ、シミュレーションの一番大事なのは。これをやったら死んじゃうよとかね、それに参加 したいという希望があるし、まあ、それは貴重な記録だと思う、人類にとって。記録をね、ええ、我々人類はいずれ火星に行くべき運命にありますから。運命なんですね。はいはい、へ、行けちゃいますからね。あ、もう完璧行けるんですね。行けちゃうってことはもう誰かやるに決まってるんで。じゃあ僕らはそれをこうね、見ていけるかもしれない。いや、ぜひ参加してください。いや、お任せしますよ。お任せしますよ。楽しいですね。辺境生物学の魅力をじゃあ最後に教えていただけたら、はい、うん、これはあの地球上の生き物、生命の可能性とか限界を探る学問なんですけども、うん、それ裏返すと自分自身の可能性とか限界なのかなって気もしてきた。そこに自分、まあ、生物学の楽しさと自分の人生が重なっていくのでね、そこが醍醐味だと思います。What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。J-WAVE グローイングリード、辺境生物学者の長沼武さんにお話をお伺いしてきました。ということでね、本当にあの、なんだろう、面白い人っていうかね、なんか追っかけたいですよね。し、なんか、本当見たことのない生物ってそんなにたくさんいて、やっとなんか知れる、あの、時代が来て、きっとなんか、びっくりすることって今後なんかいっぱい起こるんだと、思うんですよね。なんかそれを身近でね、見て、そういうのを発見するのはね、長沼先生とか長沼先生の仲間だったりするっていうのはね、すごくいいですし、火星もね、行きたいって言ってましたけど、なんか本当に動いてるみたいですからね。なんかいろんなとこで訓練してたりとか、ロシアのどうのこうのでっていう話も聞きますので、実際あと何年かしたらね、火星に向かいますみたいなのが、飛ぶかもしれないし、なんかね、すごいですよね。どういう風なものがこう出てきて、いいことも悪いこともね、もしかしたらあるかもしれないし、なんかどういう風になっていくのか、すごく楽しみな感じがしますけどね。長沼先生、本当になんかでもちょっと変わってて面白かったですね。また会いたいです。
Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.長沼武さんにお話をお伺いした J-WAVE グローイングリード、いかがでしたでしょうか。グローイングリードでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の番組を聞いて感じたこと、考えたことを番組のウェブサイトからぜひお寄せください。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひチェックしてみてください。さて次回のグローイングリードは映画監督の小泉隆さんをゲストに迎えしてお送りします。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。